い、ではこちら2号館見ていきます。はい、新しい車があるか探してみましょう。メリーランド会場2号館です。ここもね、1号館と同じぐらいの広さがあると思います。こっちも賑わってますね。賑わってますね。相変わらず賑わってますね。どこから、端っこから行きますか。はい、じゃあこちらドリームエティさんから見ていきましょう。はい、はい、こちら北海道は十勝のビルダーさんです。ウォークがね、いっぱい並んでます。4台並んでますね。はい、一番最初に来てるのがウォーク3です。こちらね、ハイエースのキャンパー特装車になっています。446万円。これでもナローボディですかね。そうですね、うん、すっきりしてます。ナローでローリフ、はい、だけど広く感じますね。広く感じますね。で、今セカンドシートは後ろ向きですが、走行中は前向きにすることができます。はい、後ろ側にキッチンがあるタイプです。で、ね、ここボタンを取ってあげてスッとこちらに下ろしてあげると簡単にベッド展開ができるような作りになっています。そして、はい、ウォーク2タイプ C、はい、2人旅におすすめというやつですね。こちらのタイプは、ハイエースのキャンパー特装なんですけど、これやっぱりハイルーフですね。スーパーロングです。長さも高さもあるタイプですね。で、手前の方にキッチンがあって、後ろがベッド、リビング展開ができるようになっています。はい、これもね、非常に使いやすい作りになっていますよね。で、これ簡単に片手でもパンって跳ね上げができて、下はね、こんな風に広いラゲッジスペースになっています。でね、後ろからもアクセスができるように、ここが簡単に開くようになっています。これもね、いいですね。はい、はい、結構深いですね。ですね、明るさもありますし、とても使いやすいシンプルなタイプだと思います。次行きましょう。はい、ウォークタイプ A です。こちらタイプ A、471万円、9人乗りの3人主審のバージョンです。サイドも高さも長さもある。スーパーロングで471万円。いや、割とね、ウォークはスタートしやすいハイエースの価格帯に設定されていると思います。だけどね、すごいシンプルなんだけど、うわ広い、このベッド展開した時の何人寝れるんですかっていう、この広さ、はい、突き抜けてます。大人と子供合わせていっぱい寝れそうです。で、長物も入りますね。はい、で、キッチンと、そしてね、テーブルはここにちゃんとスペースがあったりとか、あとヘッドレストもちゃんとね、上にかける場所が備え付けられているのがとても親切だと思います。はい、そしてウォークのミドルキャンパーです。 MC ですね。こちらはこれがワイドミドル。ワイドミドルですね。ワイドミドルもこの黒のやつだとすごく締まって見えるのと、あとやっぱり広さがしっかりありますね。広いね。こっちも前までズドンって突き抜けてます。はい、オークシリーズいいですね。お値段がこちらですと505万円ですね。9人乗りの3人主審に設定されています。はい、マリーナアルベイスター見ていきます。はい、軽キャンが並んでます。キャビン2ミニ、はい、こちらベース、そう、新しいやつですね。ダイハツアトレーですね。はい、ダイハツアトレーでお値段392万円、4人乗りの2人就寝です。ターボエンジン搭載、アダプティブクルーズコントロール、これ言える？アダプティブクルーズコントロール。アダプティブクルーズコントロール。言えてない。言えないよね、これね。アダプティブクルーズコントロール。アダプティブクルーズコントロール。はい。高速
はい、高速&渋滞時をサポートということで、いいですね。こういうふうにだん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 ね、安全に走れますよっていうのがいっぱい出てきます。はい、軽版の CVT 搭載 4WD パートタイム制を採用。うーん、今はダイネットモードなのかな、就寝モードなのかな。あ、ダイネットモードになってますね。そして隣もキャビン2ミニかな。でハイブリッドウィッシュですね。ウィッシュで、あの4枚だけを下ろしていただいたら、ソリオがベースのキャビン2、はい、フルフラットになっておりますね。はい、ウィッシュです。はい、5名乗車の2人収集、ポータブルバッテリーシステム、あ、348万円。はい、はい、でこちら、はい、ワゴンです。こっちは、あ、ワゴンですね。こちらのキャビン2ミニはスズキのエブリィワゴンがベースの車両になっています。4人乗りの2人出身です。500、あ、ごめんなさい、354万円です。PZ ターボスペシャル、はい、このマリナー RV さんのいいところはいろんな、ね、母体の車両を使い分けて内装を、ね、いろいろ考えてらっしゃるっていうところに魅力があるなと思います。はい、エブリィのワゴンタイプを今回はこちらですね、車中泊仕様キャンピングカーになっております。外でも使えて中でも使えるテーブル、そして収納と電装品もしっかり置けて、多分この下は収納かな、へい、はい、そうですね、収納になっています。プラスアルファですね、これは。はい、こちらプラスアルファになります。4人乗りの2人就寝でサブバッテリーシステムもついています。こちらバンですね、エブリィバン、はい、3万円です。デュアルカメラブレーキサポート、おー、エブリジョインターボ限定1台ラストチャンス書いてあります。そうなんですよね、ジョインターボなくなってしまうので、もうなかなか珍しいお車になります。はい、電子レンジもしっかり使えるように電装品が装備されています。やっぱり軽でもね、電気は使いたいですからね。こういうところ充実しているのもマリナー RV さんのいいところだと思います。じゃあ次行ってみましょう。はい、最後の1台、これで5台目かな。はい、キャビン2ミニアースと書いてあります。はい、今ちょうどね、ベッド展開されています。ちゃんと冷蔵庫もついてて嬉しい。これもスズキエブリィが母体の車両で334万円です。ワイルドカップ、こうやってね、日常にも使えて、ちょっと泊まりに行きたい時もさっと行けるっていうのがね、すごくいいと思います。電子レンジもね、しっかり家庭用の大きいやつが積み込んでありますね。はい、今フラットになってます。で両サイドに家具があって、こっちには電子レンジも搭載されてます。テーブルは外でも使えるような仕様になってます、うんうん、で今サイドオーニングが頑張って展開してます、うんうん、こんな感じで使えるよと。はい、はい、こちらリーエプロダクトさんです。はい、こちらにはバンコンがたくさんあります。はい、リーエさんの招き猫、結構ねよく見かける。これ空気が入って膨らんでいるタイプですね。でその後ろには、こちらバカンチュスシリーズのモモを置いてあります。こちらタウンエースかな、ちっちゃいですね。タウンエースですね、うん、タウンエースベースの2列目シートを後ろ側にしてリビング展開にしています。ライトエースが使いやすい、小回りが効く、取り回しがいいというね、メリットがあります。日常的にも使えて、しかも
車中泊もできちゃう。コンパクトですね。ねえ。でもしっかりね、電装品も入っています。電子レンジとかテレビもあります。充実装備のモモ、はい、いろいろついてます。あ、冷蔵庫40リッターもついてるんだ、嬉しい。そして4人乗りの2人就寝なんですが、こちら395万円と400万円以下からスタートできるっていうのがまた嬉しいです。はい、はい、そしてこちら後ろがバカンチェスのモモのハイエースバージョンです。こちらはね、ハイエースのロングになっています。ミドルルーフですね。値段570万円6人乗りの2人就寝の車です。広いですね。広いですね。ただね、セカンドシートが2列になっていることにより、入った時にね、すぐにスペースがあるっていうのがとてもいいと思います。はい、後ろからもねちょっと拝見させていただきます。はい、もうね乗ってらっしゃいますが、寝れる状態ですね。そして向こう側はリビングスペースとして使います。このレイアウトもいいね。ね、ここで前で食事してすぐ寝れるっていう、はい、このスタイルいいですね。でこちらのサイドにキッチンのスペースが全部揃っています。下にマットも置いてありますね。こちらもそうかな。これであれかな、2段ベッドになるのかな。2段ベッド、これはマット。ああ、そうですね、ですよね。2段ベッドすごい。2段になるとまたさらに寝れる人数が増えますね。はい、じゃああちらも拝見しましょう。プライベートですね、人気の2人の車旅システムですね。これはね本当夫婦にうってつけの1台です。バカンチェスシリーズのプライベートです。6人乗りの3人就寝でお値段561万円です。はい、これはですね、前と後ろが空間仕切ることができる。で、対座式になってますね。前が対座式で、で真ん中のカーテンで仕切ることができます。あれセレナに取り替えたっていう、はい、後ろがこんな感じになってます。はい、後ろにこれかな、冷蔵庫。あ、冷蔵庫ですね。シンクと冷蔵庫が後ろにもついてまして、ワイングラスねちゃんとかけるところがあるのも嬉しいですね。軽さで機動力はあるんだけど、やっぱり風の影響もあるんで。そしてプラム L です。はい、これはねロールーフになってますよね。そしてこちらロングになっています。こちら6人乗りの2人就寝で、ハイエースのロング、お値段が542万円です。そう、皆さん一生懸命ご覧になってます。はい、とてもシンプルですね。2段ベッド仕様になってます。寝るだけやったら今もワンボックス売ってるから、あのマッタイルにしたら寝れる。ニエさんも人気ですね。ニエさん人気です。結構ね商談されてますね。はい、そしてこちらは何でしょう、軽かな、軽キャンっぽいですね。軽、はい、キャンですね。一人旅かな。マイクロバカンチェスですね。はい、マイクロバカンチェスの一人旅、一人旅用と二人旅用があるけど、多分これ一人旅用っぽいですね。バッテリーとクーラーが入ってる。あ、そうですね、これ一人旅、電気もしっかり使えて、冷蔵庫も40リットルがあって、テレビも DVD も見れますよっていうことですね。こんにちは、お世話になってます。はい、はい、こんな感じの。そしてこちらね、マツダのスクラムバンがベースの車両になっています。駐車定員が2人です。就寝定員は書いてございません。270万円。はい、スタートしやすいです。東亜モータースさん見ていきます。はい、
ボーンがいっぱい並んでます。はい、タワーさんのボーンです。デューモデルということでね、カムロードベースのキャブコンなんですが、こちらがですねニューモデルになっています。新型カムロードですね。はい、ダブルタイヤになって走行安全が高まって、そしてエンジンも変更しているということです。窓が広いですね。広いですね。そしてやっぱりバンクベッドも大きくて高さもねかなりあります。でパカンと開けると下は収納になっています。この下にもね入れるとこあるから、あ、ゴミ箱みたいな感じで使えますね。はい、匂いを別にできるのが嬉しいですね。引き続きこちらも、ラゲッジスペースということで使えます。ちっちゃいことからゲッジスペースで余裕で過ごせちゃう、これが楽しいですよね。あ、じゃあここも上で寝る。これはねボーンのエクスクルーシブですね。7人乗りの6人出身でお値段1174万円です。ボーンもね1000万円超えてくるキャブコンになりました。かなりね広い大きなキャブコンです。人がすごい、タイプが違うんですね。あ、後ろからねリアゲートといって後ろから乗るタイプです。こちらの方は後ろから乗るタイプなのでリビングスペースが広く取れるのがいいポイントですね。後ろ側にキッチンが来ています。マルチルームもあります。918万円、7人乗りの6人就寝です。ダブルとかは新しいタイプ、新しいカブロードでしかないんじゃないので。あ、そんな感じです。あの新しいカブロードでいわゆる、はい、そしてこちらにもねボーンもう1台ありました。6人乗りの6人就寝ボーンの R2B です。でここではね真ん中から乗っていくタイプで956万円です。ですぐにリビング展開になっていて後ろに、2段ベッドがついているタイプですね。はい、こちらはツルトです。はい、ツルトです。キリマかな、ツルトキリマですか。バンコンですね。スーパーロングですね。うん、背が高くて長くてワイドであります。です。クールスターが乗っているので夏もね涼しく使えるようになってます。693万円。はい、後ろがちょうどねベッド展開になっていて横にね寝られるタイプなのかな。そしてリビング展開もしてあります。キーキャンです。はい、エブリー、エブリークライン108シリーズ R です。クライン108シリーズ R、 はい、今もうすでにベッド展開になってますね。フルフラットでちゃんとに収納もついているお車です。279万円。結構ね床の部分が深く掘ってあってこんな感じで外でねスタンディングでも使えるようなカウンターもついてます。はい、じゃあこっち行きましょう。サンライト、はい、輸入車ですね。フィアットデカトのサンライトです。後ろが、ね、パカーンと観音開きになりますが前からじゃあ拝見しましょうか。あ、前上がね、あ、1000万超え、あ、本当だ、1023万円ですね。で上がねあの明るく明かり取りになっていて開けられる状態です。でこちらね広い、大きな冷蔵庫があって嬉しい。で真ん中にマルチルーム、そして後ろ側がベッドルームという展開です。4人乗りで2人プラス1人就寝のお車になってます。このね大きさで4人乗りで2人プラス1人就寝っていうのかなり贅沢ですね。こちらバンテックさん見ていきましょう。はい、行ってみましょう。もうバンテックさん広いですよね。大きなブースです。で上にバンテックという、ね、ロゴが入っていてここが入り口になってます。消毒が完璧にできるようになってます。お邪魔します。
はい。で入ってくると CC1 と、そうですね、 CC1 とこちら側にファブコンも、こんにちは、お世話になってます。はい、並んでます。 CC1 アストマーレ、そうですね、 CC1 はキャラバンベースでした。はい、1000万超えのお車です。1000と71万円7人乗りの、大人3人子供1人就寝になっています。これもすごい人気ですね。人気ですね、並んでますね。並んでますね。キャラバンベースのキャブコンってなかなかないですか。そうそう、珍しい。しかも1000万超えの高級キャブコン。高級ですね、さすがバンテックさんです。取り回しがね、やっぱりいいと思います、キャラバンなので。バンテックさんブースも今すごい賑わってます。賑わってますね、人がいっぱい、いいですね。これは、フォルトバンクスですね。6人乗りの5人就寝で963万円ということで、後ろがね2段ベッドになっているバージョンです。はい、フォルトバンクスもいいキャンピングカーですね。はい、こちらコルドリーブスの方ですね。こちらのコルドリーブスの方が少しお安くて898万円、7人乗りの5人写真のお車です。こちらもね、トヨタカムロードがベースの車両になってます。あ、いいですね、こういうね、水がねちゃんとそのまま入れられるような収納もついています。最短納期3ヶ月は早い。後ろから乗るリアゲートになってます。で、こっちがジルシリーズですね。ジルシリーズ始まりましたね。ジルも、カムロードがベースの車両なんですが、ちょっとやっぱりね高級になってきてますね。あそこ引き出し開けた時にやっぱり明るく、そしてかなり広い収納がついているのが特徴です。後ろから乗っていきますので、中のリビングルームが広いです。1100万円、お高級、7人乗りの5人就寝です。で、後ろにね、こちら側にキッチンがついているタイプです。はい、そしてこちらもね、ジル520ですね。520は5m20 っていうねサイズ感を表してます。で、後ろはこちらに、はい、こんな風に、タンク、そして収納のスペースとなっております。ここも人気ですね、1160万円。皆さん家族ですごい一生懸命見てらっしゃる。6人乗りの5人就寝ですね。最短の1ヶ月。あ、早い。これは嬉しいね。これはかなり嬉しいですね。今本当納期が遅れに遅れてますので、いや信じられないぐらい早い。ただね、やっぱり値段もやっぱり良くて1160万円です。はい、こんにちは、お世話になってます。はい、こちらね、ジルノーブルです。前から乗っていて、で後ろがねダブルベッドになっているタイプです。1188万円ということで、6人乗りですね。はい、このねラゲッジスペースがしっかり取られているっていうのも嬉しいです。で、窓があるそちらがベッドになっています。はい、全てねこちらエアコンが搭載されています。で、最後は K ですかね、 K キャン、はい、ルネッタ、はい、はい、ルネッタ PZ ターボスペシャルです。4人乗りの2人就寝、スズキエブリワゴンが母体の車両で434万円です。はい、フラット展開になってます。吊り下げ式のベッド、フルフラットマット、子供用のベッドですね。やっぱり内装おしゃれですよね。間接照明の使い方とかがやっぱりバンテックさんらしいというか、
はい、この辺の間接照明がすごいおしゃれです。すごいおしゃれ。やっぱり高級車作ってるところなので非常に素敵です。あのシンクのシャワーもあの高いやつが使われてますね。はい、はい、いいです。いいやつ。